いやー、どうですか、これ。似合いますかね。はい。まあ結構ね、こういった派手な色とかはね、私似合うと思うんですけど。はい。ということで、どうもどうも、お久しぶりです。しばらくですね、まあ体調崩していて、で、まあ一週間ぐらい、多分ね、動画更新してないかとは思うんですけど、はい。まあようやくね、復活ということで、はい。で、まずはですね、まあちょっといくつか、お話ね、したいことがありますけど、まずは、はい。まあもうこのね、パーカーを着てますので、まずはね、これの告知をさせてください。はい。ということで、もうね、多くの、まあインフルエンサー、まあ YouTuber の方がね、もう発信はね、しているかと思いますけど、ニコン系 YouTuber、勝手にファンミーティングということで、はい。ですね、まあ、公式のね、ファンミーティングって、まあ、去年ね、あったと思うんですけど、まあ、正直ね、私、一回も出たことないので、まあ、その、どんな雰囲気だとか、はい、まあ、わかんないわけなんですよ。で、今回、まあね、この企画をね、考えてくれたのが、まずね、老人と文学者の、滝川さん、はい、と、まあ、柴田くんと、まこにゃんですね。はい。まあ、このお三方が、まあちょっと今年ファンミーティングないけど、まあ何かできないかなというところで、まあこういうね、まあ勝手にファンミーティングしたらいいんじゃないかというところで、はい、まあ企画してくれました。で、その中で私の方にもね、声かけをいただいて、実際ね、参加するよという形になっております。はい。でもね、案内の方はもう皆さんね、回っているかと思いますので、まあ、やる内容的にはまだね、私もよく分かってないところはまあ多いんですけど、はい。クラウドファンディングはね、スタートしていて、もうね、まだちょっとね、喉の具合があまりよろしくないんですけど、はい。もうね、クラウドファンディングの方ね、スタートしていて、結構もうね、もう50%以上いってるんじゃないかな。はい。ちょっとまあ、今ね、軽く見てみましょうか。まあ、まだちょっとね、本調子じゃないですね。まだちょっと頭がぼーっとするというか。はい。ということで、勝手にファンミーティングということで、このね、キャンプファイヤーのところから、まあ、多くのね、支援が集まっております。お、だいぶ来ましたね。63%達成ということで、まあ、目標金額が、まあ、300万という形にはなってはいるんですけど、もうね、この費用って、まあ、ほぼほぼ会場費だとか、設備とか、はい。まあ、ほんとね、もう、そういった、経費がどうしてもかかる。まあ、イベントするにはどうしてもやっぱ経費かかりますので、まあ、その分に当てるよという形になっております。まあ、なので、まあ、収益目的とかも全然ないですし、で、もしね、余ったら、またそのね、次の機会に、まあ、貯金をしておくというか、はい、そんな感じのようです。はい。まあ、なので、まあ、私は行って、皆さんと、こう、ワイワイガヤガヤ、はい。まあ、できたらな、という感じになっています。で、特に私が関わってくるところで行きますと、はい。まずは、写真集ですね。はい。まあ、総勢17名の、はい。まあ、インフルエンサー、YouTuber、はい。ニコン系の YouTuber の、まあ、私もね、写真メインではないですけど、まあ、結構、まあ、お花の写真とかね。はい。まあ、そういったものは結構撮るので、はい。まあ、野鳥も撮りますけど、はい。まあ、なので、ちょっとまだ、どんな写真を入れるか、決めてないですけど、はい。ちょっと、とっておきのものを、入れて、はい。まあ、そのね、みんなの作品に仕上げたいなと思っております。まあ、やっぱね、そこが一番おすすめかなって思ってます。はい。で、あとは、フォトウォークですね。はい。フォトウォークに関してはもうね、すでに、完売していて、はい。結構ね、あっという間でしたね。1日2日ぐらいでもう、完売ね、なってましたね。はい。そんな感じかな。はい。で、あと、まあ、そのスペシャルサンクスということで、まあ、ニコンさんの方もね、協力いただきますし、まあ、あとはね、こちらの形で、いくつかね、まあ、これ以外にも、
まあお声かけいただいてる部分もあるみたいなので、結構ね規模的には大きくなるんじゃないかなって思います。まあこうみんながね発信したことによって、声かけてくるね会社さんも出てきてますので、はい、まあなかなか、はい、壮大なイベントに、ね、なっていきそうです。はい、てな感じですかね。ちょっとまあ緩いですけど、私からは、はい、まあどちらかというとね、呼ばれていくみたいな感じになってるところもあるんで、でまあやっぱりまあ私といえば特にこのニコン機を使ったね、動画、はい、今もねちょっといろいろと試したいことがあって、やってはいるんですけど、はい、でまあ実際ね12月7日にまあ会場に行って、まあ特にもう気軽に声かけていただいたらいいかなって思います。はい、特にそのね動画のことだとか、はい、でまあどっちかというとね、私は機材マニアというか、はい、機材が好きなね、方なので、まあそういったところもまあいろいろとねご質問いただけたらなというふうに思います。で、あとはね、やっぱりね、ジンバルが好きなので、はい、まあ、ジンバルのテクニックだとか、もう会場でできることであれば、聞いていただいたらいいかなって思います。はい。あとは、まあ、フォトウォークに途中でね、行ったりもするので、その間はちょっとね、会場にいない時間もあるかもしれないんですけど、まあ、見かけたらお声かけください。で、まあ、こっからはですね、ちょっと話が、まあ、ガラッと、まあ、変わりますけど、まあ、こっからはちょっとね、タムキューの話をさせてください。はい。で、ちょっと体調崩して、もうすでに、レンズはね、お返ししてはいるんですけど、で、まあ、実際ね、タムキューを使ってみて、まあ、感じたことを軽くね、シェアしていけたらなというふうに思います。で、まずね、レンズ、めちゃくちゃ良かったですね。はい。で、まあ、サイズ感的にも、まあ、かなりね、コンパクトでもありますし、で、写りもめちゃくちゃ良かったんですよね。で、まあ、イメージ的には、まあ、ほんとね、105のマクロ、MC105mm と遜色ない感じの写りもしてくれますし、どっちかというと、なんだろうな、結構ね、ボケの感じは、タムキューの方がね、私好きかなって思いました。はい。で、あと、まあ、やっぱりね、あと画角だと思います。その選び方としては。まあ、その、今ね、ニコンから出ているのが、MC50mm と、MC105mm。はい。まあ、この2つではありますけど、まあ、その間のところにね、入ってきたのが、このね、タムキューの 90mmF2.8 という形になっています。で、まあ、その動きとしてはですね、MC105mm とね、まあ、非常に似てる感じはありますね。で、その F 値も開放で撮ってても、この、焦点距離によって、まあ、自動的にね、F 値が変わっていったりだとか、ね、動きだとかも、MC105mm と、まあ、ほぼ同じかなっていう感じです。はい。なので、あれ勝手に F 値が変わるっていうのは、全然ね、問題ないので、気にしないようにしてください。F 値を固定していても変わりますので、この焦点距離によってね、MC105mm も、まあ、同じなんですけど、はい。まあ、勝手に変わるけど、開放は開放なんだけど、このね、焦点距離によって、その F 値は、まあ、ニコンはね、ほんと真面目な会社なんで、F 値、正しい数値を出そうとしてるんで、まあ、そういったね、動きになるよという形になっています。はい。まあ、なので、やっぱね、その焦点距離をどう考えるかだけかなって思います。はい。まあなのでその 90mm っていうね、画角っていうのは結構その 85mm のね、単焦点に近い部分もありますし、はい。で、逆にその 105mm の方がね、使いやすい場面もあると思います。特にその遠くのものだとかね、はい。っていうものは、撮りやすいとは思いますね。はい。なので、もっとっていう時もやっぱりあるので、まあそういった時には MC105mm の方がいいと思いますし、はい。まあ、その辺のね、使い分けになってくるんじゃないかなって思います。まあ、その、好きな焦点距離をね、まあ、選ばれるといいんじゃないかなっていうふうには思います。はい。あとは、そうですね、玉ボケの感じはね、そんなに
好きではないというか、嫌ではないんですけど、ちょっとやっぱりね、自分の頭にね、よぎるのが、そのね、プレナですね。はい。プレナの、玉ボケの感じが、もうめちゃくちゃイメージに残ってるんで、それでいくと、なんか、今回私がね、取ってきた、お花だとか、その彼岸花だとか、はい。そのあたりで考えると、プレナいいなってなってて、はい。なので、表現の仕方だけだとは思うんですけど、私としては、ちょっと、またちょっとプレナを一旦もう一回ね、ニコンさんにお願いして、お借りして、ちょっと判断したいかなっていう感じです。はい。そう、タムキューもね、めちゃくちゃいいんで、入れてもいいかもしれないですけど、MC105mm もあるし、そのあたりの判断かなっていうふうには思います。はい。そう、玉ボケの感じは結構、癖のある感じがね、ありますので、そこは、好みかなっていう感じですかね。はい。あとどうでしょう。動画撮ってても、使いやすいですし、あとフードの部分ですね。フードの部分が開くんですけど、あれは、どうなんでしょうね。67mm のフィルターって私あまり使ってきてなかったので、持ってないんですよ。はい。なので他のフィルターつけたくても、逆にそのフードがつけられなくなっちゃうんで、つけなかったんですけど、多分、専用で、例えば、CPL フィルターとか、はい。を、使って、反射のね、調整をしたりだとか、そういった時にかなり使えるんじゃないかなというふうに思います。はい。なので、ああいったね、ギミックも、楽しいですよね。はい。で、あと、コメントでね、いただいてたんですけど、絞りが F16 までしかいかないというね、ところが、ちょっと懸念されてる方がいてですね。で、どうも、めちゃくちゃ絞る人というか、宝石ですね。はい。宝石を取る場合っていうのは、多分ね、その照明を当てて、で、ちょっと絞って、取るんでしょうね。それで考えると、その絞りができないっていうところが、一つ、ネックというか、はい。そこはね、問題視されておりました。なので、そういった、その宝石だとか、はい。どうしてもその絞って取りたいという方は、どちらかというと、そういった場合は MC105mm の方が、おすすめだと思います。はい。てな感じですかね。はい。になりますので、一通り使ってて、サイズ感的にもすごく良かったですし、重さ的にも良かったですし、あとオートフォーカスも、やっぱりね、リニアモーター使ってるんで、とてもスムーズなんですよね。そのあたり考えると、MC105mm よりも、私はね、AF は優れてるかなっていうふうに思いました。はい。MC105mm は、最短撮影距離から、無限遠ぐらいまでのね、このフォーカスの移動させるときに、めちゃくちゃよっこいしょっていう感じがあるんですけど、で、タムキューに関してはですね、それ、ほぼほぼなかったし、見えてない被写体もですね、動かせば、合わせてくれるというか、それカメラのね、AF 性能にも、影響があるとは思うんですけど、はい。そのあたりの動きとしても、とてもスムーズだったんで、そこはね、めちゃくちゃいいかなというふうに思います。はい。なので、タムキを選ぶポイントとしてはですね、まずその焦点距離が自分に合ってるかというところと、あとは AF に関してはかなり優秀なので、そこはね、おすすめのポイントになりますし、あと、そのボケの、なんだろうな、そのね、S ラインとはまたちょっと違う、そのボケの出方、玉ボケ以外の質感っていうのはとても私はね、魅力を感じました。はい。で、玉ボケの感じは若干ちょっと癖のある感じになるんで、そこはね、ちょっと好みかなっていう感じなんで、はい。そこさえ、クリアできたら、かなりね、おすすめできるレンズになってくるんじゃないかなというふうに思いました。はい。ざっとそんなところかな。
はい、いろいろと会場にはですね、おそらくそのいろんなメーカーさんの、ね、方も来られるでしょうし、まあそのまあ、いたりもするでしょうし、はい、まあそんな感じになると思いますので、ぜひね、名刺お持ちの方は名刺交換だとかね、もうとにかくこのファンミーティングは人とのねつながりがまあメインになってくると思いますし、はい、ぜひですね一緒にね盛り上がっていきましょう。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。またね次回以降の動画もご覧いただけたらなというふうに思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。